今7ヶ月の子供がいます。日本は少子化と人口減少が深刻化して、このままでは後進国になってしまうのではないかと考えています。本田さんのようにグローバルに活躍して海外もやっていけるようになるには、本田さんなら子供に何を優先的に学ばせたり経験させますか。まあ、10年後、20年後の未来を想像するのって、まあ、合ってる合ってないは置いといて、で、そして当てれる人はいないという前提で、僕はそこをなんとなく妄想し、こんな世界観になっているだろうなという、そこで、じゃあ例えば自分の子供がどうなってるべきなのかっていう、なんかどうなってた時に自分の能力で生きていけるのか、そこからいろんなきっかけを与えるんですけど、コンピューターをはじめとするテクノロジーやコミュニケーションのツールとしてのその言語っていうのはもう最低必要スキルかなと思ってます。そこはあったから確実に生きていけるっていうのは、もう正直10年後20年後の成長速度、このその僕らの人類の成長速度がどれぐらい高まるのかで、もしかしたらそこあるだけじゃちょっと物足りない時代になってるかもしれないですけど、でも逆に言えればそこはもう最低必須だなと思ってるんで、まあ語学、あとはだ語学って言っても別に英語僕は勉強してはいますけど、別に英語じゃなくていいんですよ。でも日本語だけじゃ不十分っていう当たり前の考えは必須だろうなと思いますね。それが別に中国語だろうがスペイン語だろうが、もっとマイナーって言い方したら失礼かもしれないですけど、まあ、いわゆるそんなに多くの人に話されてない言語でいいと思うんですよ。でも必要だと思いますね。2カ国は絶対取り扱えないと話にならないと思います。でそれはなんか翻訳のレベルが上がっていくという視点もあるんで、まあ、その辺も僕にはもうちょっと判断つかないとかありますけど、少なくとも人が、直接の言語から伝えられるのと翻訳機から意味を理解するのとかが、なんか体験として、まだまだ10年後には変わんないんじゃないかな、どんだけ翻訳機が発達しても。僕はそういうふうに考えてるんで、ちょっと両方伸ばしていきたいなと思ってますね。